キリバスの通貨である。オーストラリアドルとの交換レートが1、1に固定されており、キリバス国内ではオーストラリアドルと併用されている。紙幣は発行されておらず、オーストラリアドルを使用している。効果のみの発行である。キリバス独立以前、1966年まではオーストラリアポンド、1966年から1979年の間は、 オーストラリアドル効果が使用されていた。1940年代に発行されたギルバート及びエリス諸島発行の紙幣も流通しており、当時はスターリングポンドと等価で交換されていた。第二次大戦時の日本軍占領時は、英領太平洋地域で広く流通していた大東は、戦争軍票が使用されていた。戦後はオーストラリアポンドに戻された。 その後もオーストラリアドル紙幣が広く使用されているが、1979年のキリバス独立時に独自の硬貨を発行する機運が高まり、発行された。独立10周年を記念しにドル硬貨が追加された。キリバスの硬貨キリバスの硬貨は1979年に1、2、5、10、20、50セント1ドルが発行され、 1989年にニドルニッケル新中効果が発行された。ありがとうございます。